はい、皆様どうも、マフロです。それではニャンコ大戦争やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、PC 版の方ですね。それではやっていきましょう。はい、前回からねちょっとだいぶ進みました。3章まで行けて、お宝の方もね結構集まりました。で、今トレジャータイムフェスティバル中なので、もうちょっと時間がないから残ってるところを取っていこうかな。まあ結構ポンポンやっていったんで猫缶をだいぶ使っちゃいました。あのトレジャー、この宝物が最高の宝を狙うのに限られた時間が終了して猫缶使っちゃいました。はい、やっぱり出やすいな、全然違う。普通にやったら全く出ないんです、本当に。全くってことはないかねえ。へい、これ見てもらうと分かるけど、だいたい5回やって出るか出ないかぐらいです。ひどいとこなんか10回やっても最高出ないところなんですよ。だからまあ時間ね、限られた時間の時にやれる人はこの時間に集中してやった方がいい。出やすいっていうだけで。で、まあ三章だね。最後にやってみたいと思いますが、とりあえずお宝かっさらって言っても失敗することも考えてそろそろやらなきゃダメか。そして割とマークを取りたいです。何が釣りそうになったか。70勝負するもんな、3回できるね。スロット変えるです。このままではできませんでしたから、はい、浮いてる的に強いこの辺を追加してみました。さあどこまで通用するかな。こやつ役に立たないんだけど、ニャンコンボがこいつ一体で発生するということが分かったので、とりあえず入れてみます。じゃあ行ってみましょう。決定じゃない。さあ勝てるんでしょうかね。コンピューターだけ使って
カーも一応使ってるか。なんでこんなにいっぱい持ってんだ、スナイパーだけ。猫も全然だ。まあいいか。それでは行ってみましょう。最初にやっぱ歌切らなきゃね。ちょっと待って、出しちゃった。はい、まあエンディングはね、ブラウザ版、ブラウザじゃないか、スマホ版でも見てるので飛ばします。次宇宙編ですね、まあ、また旅が猫ムート、
帰る感じがしない。車検いいんじゃなくて、あれたまにこうやって止まるんですよね。動いてちょ、出ない、ね、出た出た。まあムートさんは入れるとして、ブンブンモンガーオンだった。強いのか。レベル上げれない。施設ももう上げれない。このまま上げれないか。あとは未来編やるしかない。未来編も途中まではやってるんですけどね。まだ。はい、まあ未来編はまたやるとして、前回からだいぶ強くなりまして、にゃんこリーフ、それでもねなかなか やる時間がなくて、はい、まだ4773位というダメな状態です。まあだいぶ勝てるようにはなりましたけどね隠した限定でガチャ回せないもんね。この辺もまだ普通に使えちゃうし、小屋しにならないし、ね、150使うのきつすぎますね。諦めます。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次未来編ね、進めたらまたやってみようかな。まあイベントが何かあればイベントやってみようと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。